ダイハツミラスバルプレオスバル、プレオプラスダイハツミラダイハツミライーススバルプレオプラス。プレオプラスはスバルが販売する軽自動車である。製造元はダイハツ工業。プレオはすでに販売されているプレオの派生車種として優れた低燃費と手頃な価格設定を特徴とするミライースをベースにした OEM 供給車種として発表された。月版目標台数は1000台。 なお、イースはすでにトヨタ自動車へピクシスエポックの車種名で OEM 供給が行われていることから3姉妹車種となった。車検症状の形式は LA300 回型、LA310 回型となるが、スバル車内形式は RE 系としている。ステラとサンバートラックを除く他のスバルの軽自動車同様、外観上はエンブレム類の変更のみだが、イースと エポックでは装着されているエコアイドルエンブレムは商標権の関係で装着されていない違いがある。グレード体系はイース、エポックと同一だが 2WD 社は E、F、L、G、4WD 社は FA、LA、G と G を除いてグレード名称が異なる。E はイース、エポックの D と同等の装備内容となるが G、ガはイース、エポックの G, GF に標準装備されている TRC は VSC と並行されているため未表記である。F, FA, L, LA は EASE, e p o c の L, LF, X, XF ではなく EASE の特別使用者メモリアルエディションがベースとなっており F, FA は EASE の L メモリアルエディション、LF メモリアルエディションとほぼ同等の装備内容 L LA は e ースの X メモリアルエディション、XF メモリアルエディションからメッキグリルを省いた装備内容となる。後期型では最上位グレードの G 側、スマートアシストをはじめとする装備内容の充実により G スマートアシストがスマートアシストに改名するとともにスマートアシストを装備した F スマートアシスト、FA スマートアシスト、L スマートアシスト LA スマートアシストを追加した。また、LK グレードは、非装備となっていたフロントメッキグリルが新たに装備されたことで、E ース、エポックと装備内容がほぼ同一となり、エンブレム類の変更のみとなった。2014年7月の一部改良で、G スマートアシストとガスマートアシストはスーパー UV カット &IR カットガラスと花粉除去機能付けアクリーンフィルターを、 追加装備して G スマートアシスト α がスマートアシスト α にそれぞれ改名し同時に F スマートアシスト α、FA スマートアシスト α、L スマートアシスト α、LA スマートアシスト α の4グレードを追加した。なお2015年4月の一部改良により G スマートアシスト α がスマートアシスト α は G スマートアシストがスマートアシストに名称を戻している。 ボディカラーはイースに準じており、E はホワイトのみ FFA 以上のグレードは前期型ではホワイトを含む7色に加え FFALLA にはイースのメモリアル特別色となっているライトローズマイカメタリックとアーバンライトブルークリスタルメタリックを加えた9色を G がはシェルローズを加えた8色をそれぞれ設定していた後期型では GK グレードにおいて専用色だったシェルローズを廃止する代わりに FK、LK グレード専用色だった2色が設定できるようになり合わせて E 以外のグレードに新色のシャイニングレッドを加えたことで10色となった外観は初代モデル同様エンブレム類の変更のみであるグレード体系は初代モデルから踏襲されるが初代モデルでは 独立したグレード名が与えられていた 4WD 社は 2WD 社と同じ名称に統一。合わせて、初代モデルに設定されていた L は、スマートアシスト付けの L スマートアシストに統合する形で廃止。電化グレードの E も廃止となった。なお、E ース、および、後発のエポックの核 B、BSA3 に相当するビジネス向けグレードが、プレオプラスでは、 未設定となるため、2代目では F が廉価グレードの位置付けとなり、F スマートアシスト、L スマートアシスト、G スマートアシストと合わせて4グレードに整理された。初代、後期型で導入されたスマートアシストは、スバル社では資本に次いでの採用となるスマートアシスト3に変更。センシング方式をレーザーレーダーからステレオカメラに変えたことで、制御対象や、 認識範囲が大きく拡大され、衝突回避ブレーキは大歩行者にも対応した。装備面においては、標準装備では、イース同様オーディオレスであり、インテグレーテッド CD プレイヤー &AM、FM チューナーはメーカーオプション設定であるが、車両本体価格は CD ステレオ装着車の価格で表記されているため、イースより、オーディオ分価格が上乗せされている。さらに、 F, F スマートアシストはリアシートヘッドレストも標準装備されているため、その分の価格も上乗せされている。ボディカラーはイース、およびエポックに準じたラインナップとなっている。ホワイトはホワイト3に差し替えの上 F, F スマートアシスト専用色に移行。その他、ジャスティ設定色のマゼンタベリーマイカメタリックと新色のスカイブルーメタリックを追加し、 L スマートアシスト、G スマートアシスト専用色として、レモンスカッシュクリスタルメタリックとスプラッシュブルーメタリックも追加した。すでに軽商用車については、ダイハツが自社製造するハイゼット並びに、同車種をベースとしたスバルブランドの7代目、サンバー、トヨタブランドのピクシストラック、 ピクシスワンで三兄弟車種となっているが、ダイハツ系乗用車では初めてとなる、日産に供給。それ以来2例目である。ただし、メーター内のアイドリングストップインジケーターや、アイドリングストップオフスイッチには、エコアイドルが明記されている。なお、2015年4月の一部改良に伴い、イース、エポックともに、エコアイドルエンブレムは廃止されているカタログにての、 メーターの全照明点灯シーンでは TRC ロゴも点灯していた。イースの L、LF にメッキオーナメント付けウレタンステアリングホイール、セキュリティアラーム、キーレスエントリーを追加。プレオ、F、FA ではウレタンステアリングホイールのオーナメントが6、連製オーナメントに変わる。イースの X、XF にリアヘッドレストを追加するとともに、 X は14インチアルミホイール、XF はスモークドガラスも追加。イースでの同等グレードである GSA、GFSA は引き続き設定。イースの場合とは異なり、実際にオーディオレスを設定する場合、セットオプションのナビアップグレードパックが同時装着される。ありがとうございます。